すごい。え、これは何？これ和室？和室？やっぱ広さが違うね。ね。なんだこれ？全然おしゃれだっためっちゃ。すごい。おしゃれ。すごいそこをなんかおしゃれになってる。こんななんだね今。ん？畳が。ね。抜かれてるおしゃれな畳があるんだね。ここにさ、田舎に住んでてさ、こっちはトイトイやつはモーターキッチン、キッチン広くない？何でいくの色すごい、ね、すごいパートいいねめっちゃいっぱいさ、コントロールさ、コントロールはここに本当だここに iPhone 本当だこれでいいねもう気に入ったんでしょお風呂洗面所に入れる。ええ。そんなことないの？本当だ。おお。すごい。備え付けもいいね。うん、お風呂入る。お部屋も綺麗。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 わあおしゃれだ。壁紙が。壁紙がおしゃれ。なんかこの部屋にする。すごい収納がおお。パチリこっちはトイレトイレこの部屋繋がってるおちょっと見てここも仕切れる仕切れるやつだねえここでこう仕切るのかじゃあそれぞれちょっとじゃあ、部屋が強くなった場合ここも仕切れば両方の色がついてる、うんうん、あでもベランダに出れるよえこれベランダじゃんよいしょ。広。広い。広い。すごい広くない？めっちゃ広いね。うちもベランダ4人いたらもう狭い。細かいお話なんですけど、ベランダも1.5坪まで、はいうん、でそれ以上はオプションになってる。広いね。空が広い。大丈夫とか3階憧れるね憧れる家にも見たいな新しい家広いおおちょっとやばいねこれいいね両方あ、分かれてるすごいなんて贅沢な何かかすごい、ね、勉強できるそこいじけるところねえ、ここにミニ冷蔵庫置ける冷蔵庫ランドセル置き場ランドセル置き場ここでランドセル3階までランドセルでゲームしてますでも宿題するの何が YouTuber のところにロフトでねゲームしてこういうこじんまりしてるでもこれところはなんか比較的に妄想機能いいね。なんで落ち込むの？なんで落ち込まないけど。こっちがリミのお部屋でこっちも直す。これリミのお部屋なのここは絶対一人じゃいけないでしょ。リミの部屋に。いけないじゃん。いやリミここで宿題する。どんだけ宿題するの？ここが。一番いい気がする。ね。落ち込むスペースだって。スペース。